準決勝を変えましょう。さあ、田村亮子の初戦です。大学を卒業してこの春社会人になった田村、2回戦から登場です。相手は後輩になります、帝京大学4年生の小川恵里です。さあ、初戦どんな試合をするのか田村亮子。まあ、相手が後輩ということでやりやすいのかやりにくいのか。まだお互いに、おっと、まず先に行ったのは小川、背負いに行きました。しかしこれは全く大丈夫という感じ。まあ環境が変わりました、田村亮子。そうですね、試合は福岡国際以来ということになりますから、数ヶ月ぶりになりますね。また大学卒業の時期もありましたので、しばらく練習も休んでた時期もありました。背負い、背負い、さあ有効です。背負いで有効を取りました。道具も新しくなって気持ちも新しくなったという田村。社会人になると初戦、まずは有効ポイントリードしています。まあ、ここまで見る限りでは、はい、こう無理してガツガツいくというのではなくて、自分の調子を確かめながら、試合の感を取り戻しているというような戦いですね。新しい環境でのシドニーへ向けてのコースが当たり、シドニーへ向けてのスタート。まずは有効ポイントリードして、そして残り50秒というところ、もろ手狩り。まあ、待てがかかって仕切り直しなどでした。小内刈りから足を取りましたね。はい、小内から足を取っての一本勝ち、決めてくれましたね最後で。そうですね、出会い頭のところ非常にいいタイミングで入りました。はい、まずは田村亮子、初戦の2回戦突破、準決勝進出です。田村亮子、準決勝を迎えました。初戦の2回戦は鮮やかな口木倒しの一本勝ち。新しい環境でのシドニーへ向けてのスタートになるこの大会、これからいよいよ準決勝です。相手は小松の三浦妙子。どんな戦いを見せますか。さあ、田村亮子の準決勝です。さあ、田村が捕まえました。相手は小松の三浦妙子、喧嘩四つですね。そうですね、右と左と、はい、三浦が左組、田村は右組。さあ、足を飛ばす田村。さあ、ちょっと三浦が腰を引く形。さあ、お互いにちょっと技が出にくい内股に行こうという三浦ですが、副審はもうすでに両手を回している感じですね。そうですね、お互いに指導が来ました。この準決勝の前に、はい、少し他の試合がありまして時間が空きましたので、2人ともちょっとこう、体がまだ動いてない感じがしますね。なるほどね、少し待ち時間が長かった、はい、おっと、足をかけた、効果です。足払いでしょうか。足払いですね、はい、ああいうところが上手ですよね。一瞬の隙を逃さない田村、はい、まずは効果を取りました。足払い、これで相手は追っかけざるを得ないですから、はい、田村選手としては試合がやりやすくなりますよね。相手が来たところうまくということになってくるんでしょうか。ただこの三浦選手、はい、ここまでの勝ち上がり見せても今日は非常に調子がいいですよね、はい、さあ倒した、これも効果になった。そしてそのまま抑え込みに入っていくか。さあ、田村はどちらかというと立つという形になってきましたが、さあ効果2つを技で奪いました。田村、小内から大内ですね、はい、さあお互いに足技でポイントを取っています。田村は何度か背負いを見せているんですが、そうですね、取り消して一本になりました。相手が出てきたところ内股ですね。内股ですか、はい、はい、見てみましょう。
なるほど、なるほど、はい、相手を透かして自ら内股という形になりました。豪快な一本勝ち、小松の三浦太鼓を下しました。今年も決勝進出を果たしました田村涼子、2回戦、そしてこの準決勝と見事な一本勝ち。